スポルティング・クルーベでポルトガルは、ポルトガルの首都リスボンに、本拠地を置き、プロサッカークラブを保有、陸上競技選手を育成する、総合スポーツクラブである。略称は、スポルティング・ CP、あるいは単にスポルティング。ポルトガル国外では、この校では主に、フットボールクラブについて記述。ポルトガルサッカー界において、FC ポルト、SL ベンフィカと共に三強の一角を占める。 1940年代から1950年代にかけて国内タイトルを数多く獲得した。ユースアカデミーからは、パウル・フットレ、ルイス・フィーゴ、シモン・サブローザ、リカルド・クアレスマ、クリスティアーノ・ロナウド、ナニラを排出してきた。スポルティング・クルーベでポルトガルの最大のライバルは、同じリスボンを本拠地とする SL ・ベンフィカである。この2チームの対戦は、 デルビーでリスボアと言われている。このベンフィカ、スポルティング・クルーベでポルトガルとの対戦は、クラシコとみなされている。また、ポルトガルのビッグ3の一つ、FC ポルトともライバル関係にある。ポルトガルで3番目に、人気のあるクラブである。スポルティングの創設者たち、エスタディオ・ジョゼ・アルバラーでスポルティング・クルーベでポルトガルの、正式な創設年月日は1906年7月1日だが、 全身とも言うべき二つのクラブの存在があった。1902年、シントラの避暑地、ベーラスで休暇中だった上流階級の人々によって、スポートクラブでベーラスが創設された。同クラブはわずか1試合を行ったのみで、休暇状態に入ったが、リスボンに帰ったメンバーたちは1904年にカンポグランデ地区で、カンポグランデフットボールクラブを改めて創設した。 しかし1906年にクラブで内部分裂が起き、その際の脱退者らが創設したクラブがスポルティングである。ジョゼ・オルトレマンロケッテは祖父から資金と土地の援助を受けてスポルティングの創設を助け、初代会長を務めた。スポルティングの本拠地、エスタディオ・ジョゼ・アルバラーでの名は彼にちなむ。1938年にはポルトガルでも全国規模のリーグ戦が開始された。 スポルティングは1940年代から1950年代にかけて最初の黄金期を迎え、この20年で10回の優勝を果たした。1940年代後半のフェルナンド・ペイロ・テオラ5人によって構成された攻撃陣は5人のバイオリン弾きと例えられた。1963から64シーズンにはクラブにとって唯一のヨーロッパタイトルである UEFA。 カップウィナーズカップを獲得した。決勝の MTK ブダペストとの試合は延長戦でも勝負がつかず、翌々日の再試合に勝った末の優勝だった。2004から05シーズンの UEFA カップでは決勝に進出したが、ロシアのチェスカ・モスクワに敗れた。2018年4月にはヨーロッパリーグ準々決勝、アトレティコ・マドリード戦での敗戦により、ブルーノ・デカルバ旅会長が フェイスブック上で個々の選手を批判する内容の投稿をした。翌日、キャプテンのルイ・パトリシオやウィリアム・カルバリョなど19人の選手がインスタグラムに共同声明を投稿。我々はチームのために必死にプレーしているが、リーダーからの支援が欠けていると会長に対して反論する事態になり、これに激怒したデカルバリョ会長はフェイスブック上で我慢の限界だ。 このメッセージに署名した選手は、即刻出場停止にすると、主力選手への処分を発表。結局、ジョルジェ・ジェズス監督が会長と話し合った結果、選手の出場停止処分は取り下げられた。2018年5月、フーリガン約50人が練習場を襲撃し、選手やスタッフを襲撃する事件が発生した。これにより、バスド・ストラが負傷した。また、この事件の影響により、 主力選手やユースから所属していたルイ・パトリシオ、ウィリアム・カルバーリョ、ゼルソン・マルティンスら主力選手やユースから所属していた、選手が対談した。2019から20シーズン基本フォーメーション、マキシミアーの81リストフスキ13コアテス、4マトゥー22アクーニャキューベンデウ37。 ヌネス73プラタ20ビエット10カブラル77シュポラル902021年2月1日現在、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。監督インアウト詳細は、カテゴリー、スポルティングクルーベでポルトガルの選手を、参照上流階級によって作られたクラブだけあって、創設初期には、テニスや乗馬の他に、社交パーティーや、 ピクニックなども行われていた。現在は、ハンドボール、陸上競技、フットサル、体操競技、水泳、卓球、ビリヤード、フルコンタクト空手、重量を上げ、ローラーホッケー、柔術、空手、アマチュアレスリング、スポーツフィッシング、水球、ボクシング、テコンドー、柔道、クラブマガ、カポエーラ、射撃、アーチェリー、チェスの部門を持つ。著名な選手に、 陸上では1984年ロサンゼルス五輪男子マラソンで金メダルを獲得したカルロス・ロペスを筆頭にフェルナンド・マメーでフランシス・オビクーエル、ルイ・シルバ、ナイデ・ゴメス、自転車ではジョア・キン・アゴスティーニョがいる。ありがとうございます。